に陣取ってください。あざー、弱いって。では行きましょう。11月の1日、アンダーナイトインバース日本橋アンダーナイトランキングバトル第3戦 A ブロック1回戦から見ていきたいと思います。ワンチンバースさあ、バージョン 1.02 と、もちろんヒルダーが使えます。今日の登録者のヒルダーはいます。キャラがわからないので実況できません。頑張っていきたいと思います。守り中なんで、ジャンディーから追加で、これはお父さん、どこでござろうか。あと、検診してない、検診してないけど死んだ。まず1本目ライブディバイド、ちょっとね、なんか敵に対されてるんで、ここより一発叩かれてほしいんですけど、僕としては調子乗ったんだよ。マジっすか。全部かけ越えた。あ、結構言ってたんだ。全部消える。すごい回転だ。あー、裏食べた。ブルーってことだね。かっこいい。ちょっとダメだけど、ただいい最後でしょ。なんでか、ケーブルは使いたいところを使うと、他所でしたっけ、なんかよくわかりません。確かに、そこに、裏戻って、表戻って、霧が出たが、さらっと霧が出ずに、さっきから、おー、裏取り切れた、あ、刺さない。宇宙が上がって、これは、ずらし、まずはいい。じゃあ下ですよね。マサさんいらっしゃる、元さん入っていらっしゃる。まさに紙一重の勝負って昔の人はよく言ったものね。最後のとこで迷いなのね。ゲームオーバーですよね。あなたには犠牲になってもらいます。週末にはスタッフのアチョムの喧嘩が控えているので頑張っていきたいと思います。ワンピーが出てきているのか、いや、もうノトカーマンに対してツーがなかった。ありがとう。ノトカーマンとワンピーがツーピーガーがまた多いですね。アタンゼルスがいます。コーマ1回放流ということで、ちょっと今回は分かるのか、ちょっと決めてるのはマサ見逃しました。マサがいった。これは GCK だ。おー、いい確認のスパイヤやってくれてね。ジャンディシーから上りのジャンペ2台で状況より取って、3台から T ランプ、これはチーターうまいか。鏡じゃないか、探してまた見せてあげます。ジャイアン出したら違うと遅れ有利らしい。なんていうことだし、股間が連鎖になる。何から2倍ジェイジはかけないが、外から大変なのに、やっほー、すいません、行くぜ、行くぜ、行くぜ、そこだ、カンプ、やってくれたね。ブルボンという名をつけて駆け引きのことでございます。あ、ジャブリーです。あ、そうだ、ジブリー立ちなさい。いいよ、セカンドクローズ。ディバイド画面見てみると、お礼が一本取ってる状態です。ゲームは前トソパーも200バーゲットしてください。行きます、行きます。まずはドリークを買い、その前に全部下がっていきたいが、シュートしてこれで多分オリーでしょう。青を受け替わって裏からコマンコマン、ジャンディシーからコマンコマン、これは確認はしていたが少し反応が遅かった。チャミがダンサイで時間を叩けられない。上りコースを通してジャンディシーからジャンディシーからエアルに来てダンサイ発生、サガビーダンサイ発生、ジャンディシー請求と BC でスリットが出なくて完成キックジャンプは出ていないが、状況数リチュータンが通る通る。シャガシー使ってこのターンゲットの音なんとか切り返していきたい。 6B カウンター、シャガシーが拾えない。カウンター取れず、シャギーが一回で巻いてバックフック距離を通してチェーン1から、おー、いいジャンシー、ジャンプでピットを取り込まれました。
らも投げ出されていたらあそこまでっていう感じですかね。勝ったのはマーサー。この戦いに意味はあったのでしょうか。ではでは、元さんすいません、ディンゴ、あ、違うか、買った方同士行った方がいい、虚無の根絶を誓ったの方がいいですよね。この程度で折れるわけにいかない。マサさん、ゲームオーバー。あなたに犠牲になってもらいます。 A リーグ1位決定戦ですね。スピードはイブのルズリハが2番手、無駄に進みました。リバインキャラ同士コンボ最強プレイヤーに対するオーリーをどう使わせていくか。探しを 3C で蹴っ飛ばして普段よく見たこれに対しましてのシールの使い方をかなり実は難しい部分はあるんですが、負けたのかな、怖いのもありますね。行きましょう。さっきはこれができるので、なんとかチキガを対応していきたい感じ。その程度で2番手、2番手、1番手、離したがどこでカウンターした。なんか出なかったっぽい。まだあるぞ。最後はジャンディシー上りでヒット。セカンドクローズ、まずはイブ。何回最初が出ていますね。裏こっち、どんなヒットかのつながる。一緒に勝ったっけ。キャラ耐える感じですね。では、2位を決めていきたいと思います。ディンコさん、ノトさん、胸を張っていい結果だよ。ゲームオーバー。あー、そうなんだ、なるほどね。ユズリハ伸びてますね。やる気だね。後悔してももうせえ。では行きましょう。ここからは負けたもんが落ちていく感じ。ワーディガーのノトさんが挑戦していたのがディンコのユズリハ。スキルとアイアンチキン、スカイスキルザバラエリアルイエリア一人型のプレッシャーなしで切っていく。チームクがガードボールだったので赤くは光ってはいるが、うまいほど使いたいがこの距離が本当に難しい。リバーの距離何されたらいいよ。こっちだよ。一発出してここで A に攻撃。
集中で考えてくださいよ。うおー、なーげをさスパク、あの、しっかりは、もっかい投げて、スキャッパーある。あと、武将でございます。マジか。ブレックダウン。終わってしまって、勝ったのは、ディンゴですね。では、ラスト、マサさんとディンゴさん。またつまんないもの切っちゃった。いい決定戦。ゲームオーバー。やばいですね、降りちゃうんかい。よし、覚悟なさい。あなたには犠牲になってもらいます。2位決定戦ですね。ここに勝ったらブロック抜け。ワンピーガーがマサモレナイスプーティーガーディーガーの譲り場。さあ、この動画譲りかしか映ってませんね。ブラボー、セコパン、いいですね、今の終わり。受け身のワン、ゆっくり。ウッチーからエリアル。引っ張ってはいるものの、受け身のワン。ドリーサーとコーヒー、2倍の中、2倍。2倍のスラスト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 2倍
ダメだ。ここは来てみなさいよ。ゴブレか。よくね。で、一部ゴブレ倒してね。今月の中では非常に有意義な情報が載ってますので、皆さんもぜひ一読いたしましょう。で探し今に刺さないと手放せなかった。どこで当たったか。ガネシュを追跡してブレイクから非常に引き取る。ゲキ歩いてきて探し裏側バカタッチが探した。しかし大手代わりに細かい時代に向けた殺人を開始探しブレイクしているか。探し探しガネシュ裏回りからの探し下段というのが非常にやらしい。目が覚めた。ダンダンシーから解放シートから、まさに解放シートなので切っていく。うわっこの裏なのか分からんか。まあそうね、これはお子さんことでしょう。ダンシー隠してサードクローン。では行きましょう。ファイシュー開幕ダンシー撃っていたので、ここまで撃てフェイクリットビーナス。目が覚めたサードクローン。よくできた連携である。これは結果的な巨神は TS ゲージが一周しそう。これでアーティカルディバインコンタ上がりました。ディバインディバインうまいこといけた。なんとか切り返した。しかしまたまだパーフェクトゲージは青い。おお、浮かぶ浮かぶ。うわ、そして逆にこれは勝ったか。ダンサイダーそしてここまで勝ったのはマサということで、エウロックは1位、2位、マサという形になります。私は亡き両親に虚無の根絶を誓ったの。この程度で折れるわけにはいかない。あ、そうなんだ。譲りは暗くて薄いですね。なるほど。あーと、では順に行きましょう。システィマさんと原田さん。